吉さん、下痢が収まりまりしたか人間ドックのバリウムの時にお腹をすかしていきますよねそしてバリウムを外に出すのに下剤をいただきますよねやっぱりしばらくは出るじゃないですか私もね人間ドック行った時は最初はね下したんですけどもその後はそうでもなくなりましたねでバリウムはちょっとずつ出るようになったんですけどもそんなにね下剤がバン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 効くみたいなことはなかったかなと思います えそしてこれはですねちょっとねよそで聞いたことなんですけども自分の体験としてはなかなか言いづらいんでよそで聞いたってことにしますけどもあのもうちょっとね若い頃ですよ私がね30代の頃なんですけども私の話になっちゃいましたね結局ねあのか、まあ、可愛らしいねやっぱこう19歳ぐらいの女の子とお付き合いする機会が私も30の半ばでありましてまあその頃ねやっぱ30の。 半ばを過ぎて、まあ、仮にも10代の子じゃないですかなんか自分の娘みたいな年齢差なんですよねまあでも何と言いますかね、えー、妙に馬があってお付き合いしてたんですけども、まあ、その中でねうんまあやっぱこう体の関係にもなるわけじゃないですかやっぱりいい感じの年齢ですからねまあそれで、まあ、いわゆるちょっとこうねあのー、あっちの方を盛んに舐めたことがありましてそうするとお腹が痛くなりましたね。 ですからね、あの、可愛い子でも、あの、お風呂にちゃんと入ってても、あの、やっぱりこう、舐めるもんじゃないな、という風なね <laughs>、そんなお話でございました。すみません。<laughs> すみませんでした、皆さん。すみません。いや、あの、そういう話もあったってことでございますんでね、すみませんけども、今回はご容赦ください。はい。えー、まあ、こういう風なね、ちょっと性に関する裏話も、まあ、この年ですからね、いろいろありますんで、話さないだけで、やっぱりね、 うん、私なんてのもねちょびっとだけけイメージを気にするわけですよまあでも今はこういう話をね控えるようになりましたけどもあのよくねお酒を飲みに行く席ではまあこういうふうなね酔っ払い話といいますかこうなんかちょっとねランチキ話っていうのは結構出ましたんでね、まあ、今私はお酒を飲まないようになりましたのとあとはやっぱりこううんまあ性的なことに関しましては、まあ、口をつぐむように最近はなったかなって,っていうところでございますそれではいってらっしゃい